2月6日 M ステ決まったから。超楽しみだからみんな頑張ってやりましょう。 MC すごいよ、 MC アナウンス。嬉しくて本当に嬉しいです。爪痕残します、はい、とっても嬉しいです。今回の M ステ頑張ってトレンド入りをなれるように次は頑張ります。はい、すごい嬉しいです。覚えてもらえるように頑張りたいと思います。もうわけわかんないけど本当に嬉しい。ずっと言ってたから頑張って最初から転んでいきたいと思います。この台湾といううちですごい今このお茶を飲んでほっこりしてて幸せな気持ちになってたところでこんな幸せな発表を聞いて本当に幸せすぎて本当に怖いです。いや本番本当に頑張りたいと思います。爪痕残します。私ですね、もう M ステ本当にすごい嬉しいしエビチすごいなって思ってもらえてまたいっぱい呼んでもらえるように爪痕を残してトレンド入りを目指してエビチューみんなで頑張っていきます。イエイ。私にとって初めてのあのアルバムで金八でなんかもうすごい嬉しい、出れるなんて夢でも思ってなくてもう幸せを超えてなんかもう違うとこに行きました。もう頑張ってるんだよみたいなことを一生懸命なんかやれたらいいなって思います。ありがとうございます。 M ステが決まって動産数にお祈りしてその中の願い事を欲張りなんですけど4個したんですよ。その一つが M ステに出られますようにって M 中8人でさっき数時間前だけどこんなすぐに叶うなって もう思ってなかったから嬉しいです。みんなで頑張るぞ。見てて絶対見てて絶対見てて、みんなで一緒にえいよー。